Thank you.
んだこりゃ。モケモケが2個入っとる。3個も入ってる。嫌な予感するな。図しか書いてない。わからん。何これ、わかりません。受信するやつかな、送信するやつかな。シャンにすくのにここにつける RX の受信。そして全部英語。わかりません。使い方がわかりません。無理。はい、今回もご覧いただきましてありがとうございました。というわけですね、早速マイクの方が接続完了ということで、実際今身につけて喋っているんですけれども、どんな感じで聞こえてますかね。大丈夫ですかね。はいこれまでどうもすいません、ご不便をおかけしました。やっとマイクの方を購入することができました。ありがとうございます。で、勝手にフリートークタイムということなんですけれどもさっきおっちゃんがスマホで古いアルバムをこう見ていて、でも美覚シダが写ってる一番古い写真は何年前なんだろうということで、こうガーッと遡って調べていったら、なんと2019年になりました。2019、20、21、22、23、24、約5年前ということになるんですけれども、23年ですけど、まだ24年じゃない、23年、19、20、21、22、23、4年ですね。4年ですね1年先を生きる女です先はしてますはい、で、はい、で今多分この辺に出てると思うんですけれども、その写真がこちらになります。で、ちっちゃく写ってるこのなちっちゃい美覚シダなんですけど、この子は一体誰なんだっていうようなコーナーをちょっと今後もちょいちょいやっていこうかと思って、今回はこの子を紹介します。で、よいしょ、この子はなんとコロナリウムさんでした。はいでこの頃は主に洋蘭の方を育てていて、蘭店で蘭を購入してきては、生息地を調べて、まあ、平均気温最高何度で夜間は何度まで下がるんだとか、雨季は何月なんだとかっていうのをすごい調べるのが精一杯で、美覚シダを毎週持って帰ってくるようになってから、その調べる作業でもう結構パンク寸前で、管理してる記憶がほとんどないんですよ。なのでこの頃の美覚シダは成長もしないし枯れもしないしっていうような状態が結構続いてました。でもある時からポンと大きくなって、今はこんな感じまで育ってます。で最初はこう幅のふふ、うん、ふ太い、うん、幅の広い葉っぱだったんですけど、最近ちっちゃな細かい分岐が見えますかね。もうちょっとこうですか、いいかな、うん、細かい分岐がいっぱい出てくるようになって、これからまた
成長が楽しみだなと思ってます。はい、こんな感じで以上になります。いいですかね。はい、今回も動画をご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ない、ない。インスタでは、アバターがまたよく踊ってるんだけど、またかよ。YouTube では本人が歌ってみた。歌？何を？ブリ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 。カラオケ行こうか。